ございます。綾瀬心です。花粉症なのか何なのか分かんないですが、今日も声が出ません。はい、今日は皆さんこのプロたちが使っているクラブをご存知でしょうか。テラメイド新橋店に今日はやってきました。テラメイドといえば今話題の M3、M4、 私もインスタでたくさん見てて、そのクラブの秘密といいますか構造などは全くわからないので、その点について今日は聞いていきたいと思います。ダスティン・ジョンソンだと思う。この人がなんとドライバーで400ヤード超えのワンオンをした動画、皆さん見ましたか？あれを見た瞬間から私はこのクラブの秘密が知りたいと思ったので、今日は取材したいと思います。では行ってみましょう。お店広いですね。まず M4 が、M4 発見。かっこいいですね、見た目が。トリコロール、大好きなトリコロールカラーで。あ、なんか違いますね。重りで重さを変えれたりするの。どうも、いらっしゃいませ。こんにちは。どうも。はい、ここでご紹介します。テーラーメイドの柴崎さんと池田さんです。よろしくお願いします。お願いします。スペシャリストに。今日は M3M4 を紹介してもらいたいと思います。はい、まず佐伯さんの理想のドライバーって何ですか？はい、理想、はい、理想って どんなドライバー欲しいですか？ドライバーイコールですよ。はい、飛ぶ。はい、飛ぶ一番は。はい、飛ぶで曲がる方向が一定。なるほど、なるほど。まあ、狙ったところにまっすぐっていう。まっすぐっていうか、急にフェードとか急にチーピンとか両方出ちゃうと、はい、うへーってなりますけど、まさにあの今回のこの新しい M3 と M4 のクラブのコンセプトはストレートディスタンス。ストレートディスタンス、はい、よりまっすぐより遠くへというのがですねコンセプトになってます。はい、そして、それをですね実現するテクノロジーがまさにこのツイストフェイスと言っております。ツイストフェイス、ツイストフェイスです。お、出ました。してください。これ何ですか？模型ですか？これは実際 あのサイズからですね、40倍ちょっと誇張した模型にはなってるんですけども。40倍誇張、はい、曲げないために曲げてるんです。え、ボールを曲げないためにそういうことなんです。フェイスを曲げた、はい、もしですよ、はい、こっちに当たったらこうとかないですか？こっちに当たったらこうみたいな、はい、それはですねテーラーメイドが5年間かけて、はい、ゴルファーの50万発のドライバーショットのデータを取ったところですね、ここに当たる人はフェースが被って当たる、はい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 、で下目の低めに当たる人は開いて当たる、うんうん、ということが分かりました。うんうんうん、要はまっすぐ構えてまっすぐ当たる人っていうのはインパクトでまっすぐフェースが被ってきて、遠側に当たる人は早くターンがされて、はいはいはい、ヒール側に当たる人はまあ振り遅れているという状況でございます。そこでテーラーメイドはもうそのミスをあらかじめフェース構造によってミスした時にナイスショットするように、こっちに行くとこの被ってきた人用の、そういうことなんです。遠側に当たる人は被ってくる、なのであらかじめ遠側少し開いて、開いて閉じるイコールロフトが立ってしまうので開いてあげる。結構まあチーピンあの打たれる方っていうのは 9.5 度とか立ったロフトがちょっと怖い。そうですね、なのでやっぱり 10.5 度とか、うんうんうん、少し大きめのロフトに逃げがちなんですけども、その時に大きなロフトでナイスショットしてしまうと今度は球が高すぎたりスピンが増えすぎて飛距離ロスしていく。なので、ちょっとこうチーピンをですね持ってる方なんかでも、まあ、9.5 のロフト、ちょっと立ち目のロフトを使うことができるというですね。めっちゃ曲がってますよ。ただ実際これ40倍なので、はい、これ見ていただいたら分かると思いますけど、構えてそんなに曲がってたら打ちづらくてしょうがない。そうですよね。実際はそんなに、はい、なんでよく最近誤解されてるのが打った瞬間にこうなるんじゃないかと。あ、なるほど、はい、思われてる方いらっしゃる。違います。最初から曲げております。そういうことになります。両方ですか？ M3 も両方です、ね、M4 も、はい、あの同じツイスペースついてます、はい、この2つのじゃさらなる違いって何なんですか？はい、あ、これがですね、自分の球筋を持っているかそうでないかという違いになります。例えば自分はちょっと右に出してこうドローで打ちたいなという方がいればですね、その方は M3、そうではなくて、もうとにかく、まあ、右も左も出てしまう、はい、とにかくまっすぐ飛ばしたいという方は M4 と。じゃあ、はい、M4 の方が何にでも対応してくれるよ。そうですね、オートマチックなヘッドにはなってますね、はいはい、なんでこんなに話題になったんですか？
それがですね、先ほどちょっと入り口でご覧になってましたね、はい、ダスティン・ジョンソン、はい、彼が433ヤード、まあ、約15センチにつけたという、あれも入ったと、そう、あれがまさに飛んで曲がらないと、もう証明してくれた、証明してくれた、メーカーが大体作るそういうビデオって、まあ、飛んで曲がらないっていう VTR 作れるんですけど、やっぱりプロのね、よくありますね、はい、まあ、リアルじゃなかったりするんですけども、そうそう、ダスティン・ジョンソンが試合でやってしまったというところからですね、いやだって今まであそこまで飛んだ人っていないですよね。その時に使ってたのは M4 ですね。意外、プロはこっちなのかと思ってました。ダスティン・ジョンソンは非常にまあヘッドスピードが速くて、はい、あの飛ばし屋なんですけども、打点が非常にばらつく。はい、じゃあもう本当に当たれば400ヤード、外せば300ヤードみたいな、そう、はい、プレイヤーなので、あっちを向いてるということで、早速ね、打ってみましょう。はい、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日データの解析をお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。さっきの40倍のフェイス見たから、そんなたわんでるのかなと思って、構えると大丈夫です。でもちょっと確かに上から見ると開いてる感じはするかも。これ R です。 R です。 R です。おお、あれ、めっちゃまっすぐやもうちょっと低いかなと思ったんですけど、高さは打ち出しは少し低めでは、ちょっと低いですよね。バックスピン量はある程度確保されてるんで、ドロップはしないで、ある程度対空はしてくれるんで。いや、ちょっと思いのほうがまっすぐでびっくりしたんだけどめっちゃまっすぐや、落ちるところ一緒ですね、ずっとですね、ほとんどこのセンターの白線上に落ちてる感じで、しかも今の方が軽く打ったのに、今の方が伸びてる。普通、高さがめっちゃ出てきた。本当にまっすぐ行く。3回中3回まっすぐ。やらせっぽくて嫌だけど、本当ですからね、これは。これちょっと。あれ、両方とも左右幅10ヤード以内に収まってるんで、はい、実際にコース行ったら、まあこのぐらいは完全に気がつかないレベルの左右幅なんですね。本当にどこに当たってもまっすぐ行きそうな感じがするかも。これでもそんなに多分曲がらない。今は少しフェース自体が開いちゃいましたけれども、コース幅にはどんどん収まってくれてるかなっていう感じですね。下に入ったら天ぷらっぽい感じ。最後の1球なんかはちょっと下に入って遠側の上に当たった感じだったんですけども、ツイストフェースの効果でほとんどまっすぐな弾道に変換されてます、ね、戻っていきましたね。すごい、でも全然打ちやすいです、すごく。実際に多分1球目と2球目って、はい、まあ、このフェース面上の当たってる位置で多分違かったと思うんですね。1球目は多分ちょっと遠側の上、ちょっと先側で低かったなっていう。そうですよね。2球目は多分ちょっとヒール側という形になったと思ったんですけども、うんうん、まあ、1球目ちょっと遠側に当たりました、うんうん、本来は遠側に当たるとやっぱりどうしても右に、まあ、あの右に当たるんですけども、フェースをかぶって左に曲がっていくっていうのが通常なんですけども、はいはい、遠側は開いて上を向いてますので、球はこの時に、はい、このフェースはかぶってますよね。そうですね、この時にここが 10.5 度なんですよね。そういうことです。 10.5 度、はい、11度、そして 9.5 度みたいに作ってます。はい、でこっちに当たる人は大体かぶって入ってくるから、かぶった時に 10.5 度になってると。そしてフェースアングルもスクエアに、まっすぐに、これが1球目の現象ですね。そういうことですね。逆に2球目ヒールに当たったイコール、まあちょっと開いて、うんうん、ちょっとスライスの傾向に本来はなるはずなんですけども、このツイストフェースのヒール側は少しロフトをですね立って、うん、そしてフェースアングルを少しクローズにかぶしてますので、まっすぐになると、うん、なのでここは 10.5、9.5 で作ってるんですけども、少し開くので、開くことで 10.5 になる。まあ、なんかこうゴルフクラブのテクノロジーってちょっと難しいイメージあると思うんですけど、はい、ちょっとアマチュアゴルファーには使い切れないんじゃないか。そう、使い切れない。このツイストフェースはそのミスを前提に作ってますので、もしかしたらプロゴルファーよりもアマチュアゴルファーの方が恩恵を受けるテクノロジーかなと。ヘアウズアイムスリー、今じゃあ
マスターズは M3 ですか？ M3 です。おお、構えたらちょっと違いますね。違いますよね、はい、あ、ドローだ。おー、キャノンが飛んだ。あれなんだこれ、すごいなんか打った感じがすごいいいんですけど、なんかでも全然違う感じですね。形状が違います。体積は同じですけど、ベースがやっぱり M4 が大きいんですよ。重心とか違います？一緒ですか？重心が M4 が後ろにあるので。あ、そうなんだ。はい、あー、やっちゃった。あー、戻ってる。えぇ、距離見てください。やっちゃってる。やっちゃってるけど、一番飛んでるのと比べても10ヤードと少しぐらいしか到達してないんで、これなら全然ミスになってないかなっていう感じです。すごいですね、本当に。今のやらせてもできないよ。やっちゃった。本当にあれは大体もう本当にやばいところに行って帰ってこない、あのサヨナラ系のボールかなと思ったんですけど、これでこの調節はできるってことですか？もう今これがあのスタンダードなポジションなんで、ここから、あのこういうふうにああいうふうにっていうのがもっとできる。はあ、フェースのセンターに重心があるような今イメージがですね、うんうんうん、でこれを前にすると重心がもっと低くなる。これを全部ウエイトをですね後ろに持っていくと重心がもっと高くなる、うん、でこれちょっとこうスピンがもう少し増やせられると。これこういうふうに動くんです。1個 11g、 非常にまあ重い。あ、すごい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 、あっちゃこっちゃに動く。そうなんです。これワイトラック、こっちだけじゃないんですね。そうなんですよ。やばい、全然違う、違うことになっちゃいましたよ。うわー、すごい、なんかどうなってんのこれ。まっすぐすぎて、ナイス、1本セット。すごい、振り上げた時のこっちに持ってかれる方がすごい。あの少し、まあ、あの球が上がりやすくなる。あ、でも確かに上がってます。そうです、はい、プロは大体こことこことかですか？そうですね、スタンダードのポジションか、あとはですね、ちょっとこう遠側、少し重心距離を長めに取るプレイヤーが結構多いですね。まあ、うちの、プロは結構ハードヒッターが、まあ、多いので、それこそ、まあ、左を警戒しながらフルスイングするというタイプのゴルファーが多いですね。はい、なんと M4 レディースクラブも発売されてます。12度アスリート志向な女性とか、ゴルフにガンガンハマってきた女性には向いてるんじゃないかと思います。ちょっと低めですね、はい、多分ちょっと今まで振ってたクラブよりも軽いんで、軽い、やっぱりどうしても手元が浮いちゃう、いやイコールまあ下目にちょっと当たって出ちゃうっていう形ですよね。なるほど、はい、おお、レディースクラブやっぱり好きなんですよ。柔らかくて軽いのに振った感じはすごく、そうですね、ある程度しなりはするんですけれど、ちゃんと戻ってきてくれて、ちゃんと使っているので。このレディースもあのツイストは入ってるんですよね。重さとロフト以外はもう完璧にそのメンズクラブとほぼ一緒、はい、女子も結構人気あるんですか？あります。女性もこの見た目はみんな好きなんだ。かっこいい、よくて。うわー、やっちまった、やっちまったけど大丈夫かな、なんとか残ってくれる。これがツイストフェイスのいいとこ、なんとか残ってくれる、ミスっても。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう本当に噂には聞いてましたけど、このツイストフェイスの効果すごいですね。いや今日本当にすごかったですね。だいたいシミュレーションで打ってももうスライス出たらスライスのままどっか行っちゃうってのが多かったんですけど、ね、やばいっつっても戻ってきてくる球も結構多くて本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん新橋店仕出しに来てみてください。バイバーイ。はい、テーラーメイドは今年の春ですね、今年の春からなんとウェアも展開してるのでちょっと紹介していきたいと思います。すごいシンプルで鮮やかな色合いが多いですね。レディースもテーラーメイドってやっぱ青のイメージ結構ある、鮮やか、あの伸び縮みしてさらに吸水速乾とか
この切り返しとかが結構こだわってる形になってるみたいですよ。穴開いて脇が涼しくなってますね。そんなにマークも目立たない感じで入ってていいですね。シンプルで、バレルもこんな風にね展開してるので、ぜひ新橋店にいらしてみてください。